秩序の中では生きられん。だからあんたには死んでほしくないのさ。あの山、もう一度見に行ってくれるか。小太郎。来る。こうやって天下、秩序へと近づいていく。金と権力と数が支配する秩序へとな。さあ今日もここに。